第2合衆国銀行。第2合衆国銀行。第2合衆国銀行。A. セカンドバンクオブザ・ユナイテッド・ステイツは、1817年に1月にアメリカ合衆国議会によって公認されたアメリカ合衆国の銀行である。1841年に閉鎖されたが、1845年にその本部と資産をリックス銀行が承継した。リックス銀行は、 同年サミュエル・モールスに投資した。リックス銀行は、ジョージ・ P ・ボディのビジネスパートナーであり、東取のチャールズは、連邦準備制度の成立に関与した。1981年にワシントンスターのアルブリトンが買収により、会長なり、1983年リックス銀行は、ノーウィッチ・ユニオン、現、アビバの子会社、AP 銀行を買収し、ビッグバンのきっかけを作った。 2005年 PNC 一時ブラックロックの親会社に買収された。第二アメリカ合衆国銀行は1811年に第一合衆国銀行公認延長を拒んだのと同じ多くの連邦議会議員によって公認された。第二アメリカ合衆国銀行が公認された最も大きな理由は米英戦争の間にありかが厳しいインフレを経験し軍事行動の 財政的手当が難しくなったことだった。そして、アメリカ合衆国の信用度や借入金の状況が建国以来最低のレベルになっていた。第二アメリカ合衆国銀行は、第一アメリカ合衆国銀行の形態を踏襲した。銀行の合法性は合衆国最高裁判所での、マカロック対メリーランド州事件、17US316,818 年。 で担保され、憲法に沿って作られた連邦法に違反する、いかなる州法も無効であることも宣言した。この銀行の最後の総裁は、ニコラスビドル、1786年から1844年だった。第二アメリカ合衆国銀行の公認期間は20年間であり、それゆえに1836年に更新の必要があった。この銀行はいかなる意味においても、 国有銀行ではなく民間が保有する銀行会社だった。ただし、連邦政府が少なからぬ利益を生ませるという特別の関係があった。連邦政府の歳入の保管場所という役割によって、第二アメリカが州国銀行と中央政府の関係に反対し嫉妬する各州公認銀行の政治的標的になった。公認の更新についての議論では、 党派的な争いが強く関わることになった。アーサー・シュレジンジャーによる古典的考え方では、ジャクソン時代の党派構想は階級紛争に基づいていた。党の特権層の談話というレンズを通して見れば、シュレジンジャーは、党間紛争を富裕な保育党と労働者階級の民主党の間の衝突と見ていた。アンドリュー・ジャクソン大統領は公認の更新について強く反対し、 1832年大統領選挙の綱領では第二アメリカ合衆国銀行をなくすことで作られていた。ジャクソンの政治的標的は財政家、政治家でアメリカ合衆国銀行総裁であるニコラス・ビドルだった。銀行業務に対する一般的な敵意と賞金、金、または銀こそが真の金であるという信念とは別にジャクソンが 公認更新に反対する理由は単一の銀行に権限や責任を与えることがインフレ悪徳と考えられるものの原因になるというジャクソンの心情をもとにしていた。第二アメリカが衆国銀行がインフレ率を上げたと考えられる証拠はほとんど見当たらない。1832年以降のインフレを加速させたのは海外の金融政策、投資及び 戦時の負債と苦情の解決の結果として、外貨流入によることを示唆する証拠がある。1833年9月、ジャクソン大統領は、第二アメリカが州国銀行に政府の資金を予託することを終わらせる執行命令を発した。この9月以降、これら予託金は、ジャクソンのペット銀行とも呼ばれる各公認の銀行に預けられた。 当初の予託先7行のうち6行は、ジャクソン民主党によって支配されていたのは事実だが、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州及びミシガン州の銀行のような予託は、ジャクソンの政策に反対する経営者によって運営されていた。すべての州公認予託先銀行をペット銀行と呼ぶのはおそらく誤りである。第二アメリカが州国銀行は、連邦政府にとって、 諸事情を扱うための便利な機関になった。この銀行は、ジェームズ・マディソンとアルバート・ギャラティンが、米英戦争の後始末で、国の財政が立ちゆかいと分かった時に創設された。米英戦争の結果が諸国は大きな負債を抱え、第一アメリカが衆国銀行は1811年に閉鎖されていた。国の負債によって、新しい民間銀行の中の紙幣が増加することに、 なり、その結果インフレが大きく進んだ。その結果として、マディソンと連邦議会は、第二アメリカ合衆国銀行創設に合意した。戦後、アメリカ合衆国はその負債にもかかわらず、ヨーロッパにおけるナポレオン戦争での荒廃のために、経済の膨張も経験した。特に、ヨーロッパ農業生産部門に対する損失のために、合衆国の農業生産は拡大した。 銀行はその貸し付けによって経済膨張を助成し土地に対する投機を促した。この貸し付けでほとんど誰もが金を借り土地に投資することができ、時には地価が2倍あるいは3倍に跳ね上がった。1819年だけの土地売買はおよそ5、五0 0万エーカーに上った。このような公共により銀行に起こりつつあった不正や喪失された強バブルに気づく者は ほとんどいなかった。1818 18年夏、合衆国銀行の経営者は、銀行が過剰に拡大しすぎたことを認識し、金融引き締めと貸付金の回収政策を打ち出した。この貸付金の回収によって同時に、土地売買が減少し、ヨーロッパの回復に資していた産業の公共も減速させた。その結果が1819年強行となり、 マカロック対メリーランド州事件につながる事情を生んだ。メリーランド州は銀行を規制する政策を採用し、州議会に公認されていない銀行に税金を課した。この税金は銀行全資産の2%か一律1万5000ドルのどちらかだった。このことは合衆国銀行のボルティモア支店がずっしりと重い税金を払わねばならないことを意味した。マカロックは 軍裁判所に州を被告として訴訟を起こした。この訴訟はいくつかの裁判所を経て、合衆国最高裁判所まで持ち上げられ、メリーランド州の税金は最終的に撤廃された。ダニエル・ウェブスターが銀行側の弁護を行って成功した。1830年代初期までにアンドリュー・ジャクソン大統領は合衆国銀行の不正と腐敗ゆえにこれを完全に嫌うようになった。 ジャクソンは疑いもなくこの偉大で強力な機関がその資金力で公的役職者の選挙に積極的に影響を及ぼそうとしてきたことが分かったと言って銀行に調査を入れた。合衆国銀行の公認は1836年に切れることになっていたがジャクソンはもっと早く第二アメリカ合衆国銀行を殺すことを望んだ。ジャクソンはこの銀行が 政治的腐敗とアメリカの自由に対する脅威を助長するものとみなして銀行の崩壊に強く手を貸したと考えられている。ジャクソンが大統領である時の第二アメリカ合衆国銀行総裁はニコラス・ビドルであり、ビドルは公認期限の切れる4年前、1832年に公認延長を求めることにした。ヘンリー・クレイがその法案を議会で通すことに貢献した。しかし、 ジャクソンは7月にその法案に拒否権を発動した。ジャクソンは銀行に拒否権を発動したことに関する声明で国の通常の人大半に共感を呼ぶと考えられる言葉遣いを行い、一方現在の銀行を支配する富裕層や海外株主を攻撃した。ジャクソンによる銀行公認期間延長の拒否声明に対してビドルはそれを 無政府状態の声明と跳ねつけた。マサチューセッツ終戦室の合衆国上院議員、ダニエル・ウェブスターは銀行の法的助言者及びボストン支店の役員として銀行存続側であり、そのような言葉遣いは政治的道具であり、生命全体は近づきつつある、ジャクソン大統領再選に向けた選挙運動の文書であるしさした。もしそうであったのなら、 ジャクソンが成功し大統領選挙ではヘンリー・クレイを破って再選された。第二アメリカ合衆国銀行は連邦政府が規則的に予託した税収入によって繁盛していた。ジャクソンは1833年にその財務長官に対し衆銀行に連邦税収入を予託するよう指示することで第二アメリカ合衆国銀行の生命線を通撃した。 新たに予託された銀行は、ジャクソンの党に対する忠誠のゆえに間もなく、ペット銀行とあだなされた。1833年9月、財務長官ロジャー・ウィートーニーは、第二アメリカ合衆国銀行にあった、連邦政府のペンシルベニア州分予託金を、フィラデルフィアのジラール銀行に移した。ジラール銀行は、スティーブン・ジラール銀行の後継銀行だった。スティーブン・ジラールは、 第一アメリカ合衆国銀行の公認が1811年に更新されなかった時にその資産を購入していた。ジラールは新しい銀行をスティーブン・ジラール銀行と改名した。ジラールは米英戦争の時に1813年の戦時貸付の大半を含み主要な有資家となった。第二アメリカ合衆国銀行でも当初の組織者であり主要株主だった。 ジラールは1841年に死去した。第2アメリカが修国銀行は間もなく資金を失い始めた。ニコラス・ビドルはその銀行を救うことが絶望的となり、そのすべての貸付を引き上げ、支払いを要求した銀行の新しい貸付を止めた。このことで銀行の多くの顧客を怒らせ、ビドルに圧力をかけて以前の貸付政策を再開するよう迫った。 ハン・ジャクソン派の何人かはその怒りを政治行動に向けた。ウェブスターやクレイの指導もあって、1833年にホイック党を決闘した。もしホイック党とハン・ジャクソンの国民共和党が1836年の議会選挙で多数派を得ることができて、ジャクソンの2回目の拒否権を無効にすることができれば、銀行公認を更新することができた。しかし、 この勢力は拒否権を無効にできるだけの議席を得られなかった。このこととそれ以前数年の経済強行のために、連邦議会はジャクソンに対して銀行公認更新法案を新たに提出しなかった。第二アメリカが州国銀行にはほとんど現金が残っておらず、1836年に公認期限が切れた時に、フィラデルフィアの普通の銀行に変わった。5年後、 元第二アメリカ合衆国銀行は破産した。この銀行の調落に加えてジャクソンが、賞金回収執行令、国有地の購入代金は金、または銀で払うこととしたを発したことで1837年恐慌につながり、マーティン・バンビューレン大統領時代の使用問題となった。第二アメリカ合衆国銀行は破産したが、それを収容していた建物は破壊されなかった。 1841年に銀行を閉鎖して以来、その建物は様々な機能を果たした。2006年時点でインデペンデンスホール独立記念館やフィラデルフィア商品取引所とともにフィラデルフィア中心街にある国立独立歴史公園の主要な建物の一つとなっている。この建物は毎日無料で公開されており、画廊として機能し、 チャールズ・ウィルソン・ピールなど多くのものが描いた初期アメリカの著名人肖像画の大量かつ有名なコレクションを収めている。第二アメリカ合衆国銀行の建設家はアメリカ建築界で最初の職業的訓練を積んだものと言われることの多いベンジャミン・ナトローブ1764年から1820年の元教え子だったウィリアム・ストリックンド。 1788年から1854年だった。ラトローブとストリックランドはどちらもギリシャ復古町の信奉者であった。ストリックランドはこの様式で、その他にも多くのアメリカの建物を設計することにり、1830年代半ばから後半に、ニューオーリンズ、ダーロネガの各造兵所、メカニクスナショナル銀行、フィラデルフィア及び、 シャーロットの造兵秘書のような金融関連の建物、さらに1833年にフィラデルフィアのアメリカ合衆国造兵局第二ビルの設計に関わった。第二アメリカ合衆国銀行のためのストリックランドの設計はかなりわかりやすいものとなっている。ギリシャ復古町の特徴は直接北及び南玄関に見られ、スティールベート、土台床と呼ばれる一階床に続く。 大きな階段を使っている。この階段の上に8本の厳格に、ドりリア式の柱を建て、その上には、浮き彫りのあるフリーズを含むエンタブラチュア、水なぶいと単純な三角形のペリメント、キリズ妻が乗っている。この建物は古代ギリシャの寺院によく似ているので、ギリシャ復古町と呼ばれている。内部は北玄関中央ホールの両横に2つの部屋がある。このホールを入ると、 前後に二つの中央部屋があり、構造の東西と同じ幅になっている。最初の大きな部屋の東端と西端はそれぞれ大きな円弧状線形窓がうがたれている。建物の外装にはペンシルベニア州の青大理石が使われたが、それが切り出された方法のせいもあって、石の弱い部分が露出したことから朽ち始めた。この現象は南玄関の通りや用式柱で最も目につく。 建設は1819年から1824年まで続いた。第二アメリカ合衆国銀行に使われたギリシャ復古帳はそれ以前に第一アメリカ合衆国銀行に使われた連邦様式とちょっとした違いがある。これはよりローマに影響された連邦様式のカビさ、その玄関の巨大なコリント様式の柱に見て取ることができ、玄関は コリント様式の柱とその2階まで突き通す対照的な配置の窓枠でも飾られていい。屋根の線は欄干と切り妻を飾る重々しいモディリオンでも縁取られており、第一銀行の外観はギリシャの寺院というよりもローマの邸宅を思わせるものになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。